これができないとお腹の脂肪が無限に大きくなります。歩いてる時にたまにつまずいてしまう。階段は息が上がるし、お腹の脂肪はなかなか取れん。もしかしてお腹や腰が冷たくないですか？今の状態を放っておくとお腹の脂肪は無限につきます。それを解消するためにおすすめな三角やじろべえを紹介していきます。今回のメニューを行っていくことでお腹の脂肪が減りやすくなる、反り腰が解消される、姿勢が良くなって猫背が解消される、その結果ストレートネックが解消されます。片足立ちで三角を描くだけです。腹筋より簡単なのにウォーキング50分相当の効果があると言われてます。そこに加えて一生懸命腹筋をするよりも反り腰解消ができますので、お腹のへこんだ姿勢を作ることができてきます。まず各足10秒テストを行った上で本番メニューに入っていきます。それでは立って準備しましょう。お腹が出てしまう原因は姿勢の崩れから筋肉の低下、そこの部位が冷えやすくなって脂肪がつきます。そこでおすすめなのが片足立ちです。骨盤がちゃんと正しい位置になっている、お腹の力を使って腰が反れてしまうのを丸めることができてます。この状態の骨盤の位置が作れるとお腹はどんどん引っ込みます。まずこの状態で10秒ずつキープをします。体が反れないように、反対の足が曲がらないように、上体まっすぐ、軸足も伸ばして、もも水平でキープです。10秒いきましょう。スタート。3、4、5、6、7、8、9、10、OK です。今のがぐらついたり体が反れたり反対の足が曲がってしまう、そういった方はお腹に無限に脂肪がつきます。今から行うのはお腹がどんどん脂肪がつかないようにできる、お腹をへこんだ姿勢が作れるメニュー、頑張りましょう。まずは体幹部を作ります。手をお腹に当てて息を吐きながらふーっと腰を丸めてみましょう。息がなくなったら戻ります。1回だけいきます。目安は7秒息吐きましょう。あと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、この今作れてる腰から上の状態を作ったまま今からのメニューを行います。足を前に出して横に伸ばす、後ろに伸ばして横前戻す、これを各足やっていきます。見ながら真似してください。息を止めないようにいきましょう。スタート。横後ろ横前反対足です。上半身が前に行ったり後ろに行ったりしないように、後ろに反れないように、横に倒れないように、前に倒れないように行ってください。これで骨盤の位置が正しくなっていきます。そして腹筋と背筋の筋肉のバランスがね、良くなります。バランス取りながら、少しです。オッケー。今少しやっただけでも、だいぶ姿勢が良くなってると思いませんか？さらにバージョンアップしていきます。今度は膝を曲げて、横に持っていく。後ろに持っていく。横に持って前に持っていく。これをいきましょう。バランス取りながら頑張ってください。あとできるのね、水平、これもね、上半身が前へ後ろってことにならないように、こんな感じにね、ならないように、まっすぐのままで頑張ってみてください。姿勢を作るために大切な筋肉が使えて、ストレッチが全部できてます。
毎日やるだけで腹筋、背筋、プランク、そういったメニューをね、行うよりも簡単に姿勢が作れます。股関節広げることで美脚効果も出てきますので、男性も女性もね、続けてください。 OK。 さらにバージョンアップします。今度は初めにやった足の動きに加えて反対の足を少し曲げていきましょう。これで上半身安定させてやっていきます。いきましょう。スタート。今度片足曲げることによってさらに下半身を使うことができますので、棒立ちじゃないのでちょっとバランスがね、余計にいります。上半身がね、ぶらつかないように気をつけてゆっくりやってください。結構難しいですよね。ももがね、結構疲れますよね。しっかりね、腹筋を使っていますから。 OK。 さらにバージョンアップです。反対の足を曲げたままで2番目にやったものの動きです。いきましょう。あのバランスがね、すごい出ますよ。頑張って。辛かったら休みながらでいいですからね。慣れるまではやっぱり結構辛いと思うので、休みながらやったり一回止めたりしてもいいです。できればね、やり続けたら最後の面倒までやってください。一度止めるのはありです。これができてくるとね、本当にね、最近何かどっかお店通ってる、なんか姿勢良くなったよって言われるようになってきますので、すごい腹筋もね、使えてますから、体幹がすごいつきます。 OK。 次は足を上げる方に上半身を倒します。いきましょう。これで弱ってる中臀筋、小臀筋、そしてあまり動かしてない内腹斜筋、外腹斜筋を使いますので、胴体部分がね、しっかり体幹安定してくると体がすごい変わってきますので、結構お尻の横がね、深いですよね。疲れたらね、あーってこう休んでください。お尻の横すごいですね。歩くよりもね、効果的な運動ですから、自宅で簡単にね、5分までできますから、くださいね。OK。 歩くよりもとってもおすすめな三角や二郎弁、頑張ってやってみた方はコメントをください。目安としては2日に一遍やってください。体がどんどん変わってきます。気になる部位の根本を改善するメニュー、1日たったの14秒、本として出版することができました。これは本当に皆さんのおかげです。この本を手に取ってもらうことで、動画を見なくても自分の体型が変えられる。今まで1500回以上投稿して動画を載せた中で、誰にも伝えてないメニューで仕上げてます。体を変えるための本質、根本から改善するメニューを厳選した本になっていますので、10代から80代の男性と女性、幅広い方に手に取っていただいて、体型や痛みの悩みを少しでも減らしてもらって、人生をこれからも楽しく過ごしていただきたいです。これからも YouTube をアップしますが、本に載せているメニューというのは本当に特別なメニューになってます。本日からご予約開始してますんで、よかったら手に取ってもらって、健康的な体の状態、1日14秒でいいので運動を習慣にしてもらって、これからも楽しく長生きしてください。